中ではせき止めるのが難しいな。おなんかすごい形になった。人の足かよそれ。え、クリーパー落ちてきたし。あ、流れていく。クリーパーが流れていくやん。川の流れのようスルスルと流れていく。ハマった。なんか潜らった時できるで。ハマったら。それやったけど絶対出てくるね。安心してる頃やっぱりな。ああやりよった。ちゃんと直したよ。直すよ。あアイテム流れてきてしまった。よし。そろそろまだまだやるか。え？そろそろまだまだやるか。そろそろこっからショータイムだぜみたいな。どういうことや。お、積んであるじゃん。おー、あ、判断した。何してんねんお前。余計なところにまで来んなよな。やばい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 。何溺れそうになった。これ向こうどうなってんねん。私の記憶を頼りに、はしごってどういう形やったっけなってやってみたら、うん、はしご作れた。まだまだ衰えてない。うん。
出。さあ一人で何をしてるんだ。水遊び。そんな暇があるんだったらこっちの鉄を掘れよ。そこにツルハシ置いてある。ハーフブロックお前置いてるやんけ。いらんかった、うん、意味わからんところになんかあれやんけ、階段作っとる。先ないで道続いてない。後から掘ったらいいんですyou
めっちゃ土拾ってる。鉄って全部これノイボンインゴットにしていい？うん、鉄はもうそれ以外の使い道がないから、インゴットにして、鉄としてほんまに電気するし、シャベル使い道が…なんで？シャベルってどこで使う？何を言うてんの？シャベルは普通にあれやんけ、土掘るときに使うやろ。バカもな。え？シャベル？俺自分ずっとピッキューで掘ってる。最悪。言っとくけど、そんなやつじゃないやつで掘ったら耐久度早く下がる。私はじゃあどのタイミングで使ったらいい？普通に石とかやんけ。何を打とんねん。